東京都にお住まいの方、非常にね、やばい集団がやってきてます。それがですね、中国で、あの、HIV、つまり、エイズに感染してしまった患者さんが、1000人以上の退去して訪れて、日本人の女でも、エイズに感染殺到を、おぉっていうね、シュプリヒコールともに入ってきたそうなんですよ。で、しかももう被害者が出てるというね、ここに、こういうタイトルで記事が書かれてます。東京池袋で1000人以上がエイズ発症の危機、中国人に、 わざと HIV を移された20代女性の衝撃的すぎる告白ということで、もうちょっとね、記事はね、あまりにも危険すぎて、紹介はしませんけども、皆さんで想像していただきたいんですが、結果ですよ。日本人殲滅計画がね、これほど鮮やかに決まっているということでございます。やっぱこう、1000人単位で来られると、そうですね、なんかね、100日稼働すると、すでに10万人の稼働実績ってことになりますからね、怖いですね。 怖くないですか <laughs> 大丈夫ですかねこれは。こういうのはなんか報じなくていいのかなと思っちゃうわけなんですけども。えっ、ー、とね、発症するともう取り返しがつきませんから、うん、治療法はないんじゃないですかね。本当に全身から血を吹き出して死んでしまうという、非常に笑えない状況になってきますんで、皆さん、身の回りは本当にきれいにした方がいいと思います。あのね、知らない人はもうね、 会話をしない中国人とはね、もう会話をしないぐらいの、離れて暮らすみたいなね、もう中国人を見たら、もうエイズと思えぐらいの、人種差別的なことが起きてくると思うんですよ、これは。怖いですよね、これね。私もあの中国地方に住んでるんで、その辺誤解されないようにしないといけないかなと。だシナ人という風に、ちゃんとね、石原慎太郎さんが呼んでたみたいに、もう個人になりましたけど、シナ人気をつけろみたいな感じで広めていかないといけないのかなと思っております。